子のことが好きだってよくら連れてきたよ。僕そんなこと言ってないじゃないですか。誰がと照れて。私はおばあの血が流れてんのよ。覚悟しちゃおけよ。はい。その鉢あんたにあげるよ。本当？おばあの様子がおかしいってば。あんたなんか知らんねえ。どうしたの？何かすごい大変。でもね、おっぱいが小さいのもまたいいもんだよ。